はい、皆さんこんにちは。ケニーチャンネルのケニーさんです。今日はですね、宇和島オリエンタルホテルにやってきました。というわけではなくて、あの和礼公園にやってきました。あ、ここの駄菓子屋さんまだあったんですね。はい、すごい懐かしいですね。はい、ここが和礼公園です。はい、交番はありましたっけ？あったんですかね。すいません、忘れました。はい。これ、駄菓子屋さんのここの看板。これなんかすごい情緒がありますね。はい。あ、かき氷売ってます。かき氷、買っていきましょう。あ、お客さんがいました。はい。もちろん、ハワイアンブルーですね。かき氷はやっぱハワイアンブルーですよ。駄菓子は今も売ってます、はい、おばあちゃんが丁寧に作ってくれました。じゃあ早速ですね、和礼公園の散策に行ってきたいと思います。はい、まずこの正面からですね、はい、入っていきましょう。なんか公園内には誰もいないのに自転車がやたらいっぱい並んでますね。はい、置いて帰っちゃったんですかね。はい、あ、まずこのジャンボ滑り台ですね。これ宇和島の子だったらみんな小さい頃一回は遊んだことあるんじゃないですかね。はい、ここが近かったので結構な回数ここで遊びました。かき氷ですね、ここでいただきました。はい、あのかなり大きな滑り台だと思っていたんですけど、やっぱり大人になってみると小さいですね。まあ、小さいって言っても大きいですけど、どっちなんかわからないですね。うん、で SL ですね、これも昔からありました。あ、でもなんかペンキが塗り替えられてますね。こんなに綺麗に塗ってなかったと思うんですよ。あ、しかも中入れるじゃないですか。僕らの頃はここチェーンかかってて入れなかったんですよ。中もボロボロでしたね。今はこうやって綺麗に中もペンキが塗り替えられてました。はい、でこの辺はですね、もう動かないように止めてあるみたいですね。はい、でもまあ子供も怪我しなくていいんじゃないですかね、動かない方が。でこちらもですね、ちゃんと、はい、開くんですよ。昔は開かなかったんですけど、でここ出るときにここでですね、顔にクモの巣が、はい、今ちょっとこれパニックを起こしてます僕。はい、クモの巣、これペペペペ、もうすごいイラッとしますよね、クモの巣が。これ扉閉めて、これめちゃめちゃ怒ってます、これクモの巣だって。はい、もうひどい目に遭いました。これですね、なかなかいい感じですね。はい、これ上に乗って遊んでましたね。このステップのところから上に上がって、はい、上がっていいのかどうか分かんないですけど、子供の頃ですね、なんか鬼ごっこしてましたここで。はい、ちょっと正面に回っていきます。これが SL の正面ですね。まあ、特に鉄道オタクでも何でもないんですけど、まあそれでもかっこいいですよね、やっぱり。はい、こういうのっていいですよね、子供は喜ぶと思います。はい、子供の目線だとこんな感じですかね。はい、じゃあ次ですね、ちょっと遊具があるところに行ってみましょう。あ、この運転はですね、僕らが小さい頃からありました。あとブランコもですね。その他は、なくなって別の遊具に入れ替わってるみたいですね。はい、でもこの運転ですね、後ろの形してるんですよ。してるっていうかしてたんですよ。首がなくなってますね。タイヤで首が、こういう風についてたんですけど、これだと後ろにってもう今の子分かってないんじゃないですかね。はい、尻尾だけになってました。はい、でも懐かしいですね、まだあったんですね。はい、ここにもワシントンヤシ生えてますね。
広場があります。緑いいなと思ったんですけど、よく考えたら宇和島中緑だらけでした。はい、まあ、でもこの公園はですね、本当宇和島市民よく来る公園だと思います。あそこの噴水、あれも動いてるんですね。僕は小さい頃からずっとありますけど、これですね、闘牛の2頭の牛がこう頭をぶつけてるところをモチーフにしてるって小さい頃聞きましたけど、今ちょうどその角がぶつかってる部分から噴水が出てます。見てるとちょっと涼しいですよね、暑いと。はい、じゃあ続いてですね、和霊神社の方に向かっていきましょう。ここまっすぐ歩いていくと、ここも参道なんですかね。はい、和霊公園から和霊神社に、抜ける道ですね。まず右手に鳥居の入り口があります。ここから神社が始まってるということですかね。で、ここまっすぐ歩いていくと大きい方の鳥居があって、その向こうにですね、もう和霊神社が見えてます。で、今日もまた暑かったですね。もうほんと連日猛暑ですね。皆さんの熱中症にはくれぐれも気をつけましょう。これをずっと歩いていて、あ、この鳥居ですね、これ石を投げたの上に乗っかったら願いが叶うとか言われてよく投げてました。今は多分危険なのでダメだと思います。はい、石も乗っかってないので、皆さんやめましょう。まあ、やってないと思いますけど。で、ここが須賀川ですね。はい、あ、向こうに城北中学校見えてます。あ、車が来てますね。車が通過するのを待って、これ太鼓橋、この太鼓橋渡っていきましょう。はい、ここも変わらないですね。でもちょっとコンクリがですね、階段の角とか、あと手すりの下部分とかも結構こう朽ちてますね。はい、でこの橋を渡っていって大きな門があります。これも変わらないですね。はい、昔のままだと思います。これいつ頃こうやって新しくなったんでしょうか。僕は中学校の時には少なくともこの門の形でしたね。あ、なんかですね、境内が見えてきました。境内って言うんですかね、わかんないですけど、はい、立派な作りの門です。この上のおたふくとか、天狗もですね、多分昔のままですね。はい、じゃあ入っていきましょう。その前にちょっと許可をもらいに行きました。はい、撮影許可ですね。まあ全然いいよということで、あっさりもらいましたんで、なんか撮影していきたいと思います。はい、で中入っていって、まずこの石段ですね。これ中学校の時になんか階段ダッシュとかうさぎ跳びとかやらされてました。城北中学校からですね、はい、もうすぐ隣なので、はい、ここに来てですね、まあ、まあ偉そうなこと言っても何回かやっただけなんですけど、はい、まあ、そんな思い出の階段です。はい、これ上まで登っていきましょう。あ、いいですね、懐かしいですね。いや、もう本当いつ見てもいいですよ、和霊神社。何度も来ましたね。小さい頃になんかご祈祷も1回か2回、はい、家族でなんかここに来た気がしますね。お正月は必ず来ますよね、みんな初詣は本当によく来ると思うんですけど、あ、今年の絵馬は虎年、虎なので立派な絵馬が飾ってあります。じゃあですね、お賽銭を入れに行きましょう。あ、立派な本殿ですね。はい、
あ、お尻にマスク入れたままでした。なんかかっこ悪いですね。はい。で、お賽銭入れて拝んだ後ですね。これ建物の周りをぐるっと一周回るのが、これが当たり前というか、はい、通常だと思ってたんですけど、はい、その後ですね、全国各地に住むようになって、まあそんなに回数はないんですけど、いろんな神社に行ってですね、こうやって回れるとこってないんですよ。なので、これ、宇和島だけとか、この和礼さんだけとか、愛媛だけの風習だったのかなと思って、はい、これ回るのが当たり前だと思ったんで、やっぱり周りをですね、回れない神社に行くとちょっと寂しいですね。はい。で、ここ一周回って、あ、そこがですね、絵馬がいっぱい。ぶら下げてあるところですね。はい、これもずっと変わってないですね、30年前と。はい、絵馬がぶら下がってます。僕は書いたこと、あ、でもなんか中学校の時にみんなで書いたかもわかんないですね。学校でそんなのがあったような気もします。もう忘れました、すいません。はい、あ、おみくじ引けばよかったですね、今気づきました。はい、買いましょう。はい、で、あそこにですね、タッチパネルがあったんですよ。なかなか新しいものがありますね。当然昔はなかったですけど、はい、このタッチパネルでですね、でいらのご祈祷とか参拝の方法とかといったのがですね、はい、見られるようになってました。はい、すごいいいですよね。これ親切だと思います。行く前に僕も気づけなかったんですけど、はい、参拝方法ですね。これ見てみました。はい。っていう感じで、はい、和礼公園と和礼神社どうだったでしょうか。はい、これ城北中学校との間にある橋ですね、森安橋と書いてありました。はい、和礼公園と和礼神社でした。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ケニーさんでした。